カメラ。え？私？落ちちゃった。あ、録画されてたかも、なんか。オンになってた。でもすごいよね。本当に。グリグリしてもほら。本当だ。今グリグリしてんだよ。うん、こうしてる。そう。全然変わらない。すごいね。ちっちゃい子供とかさ。性能がいいんだって。そうなんだ。うん、そういえばマイクないなと思ってさ。うん、あ、マイクの性能触ってないねまだ。うん、あとじゃあ一回切ろう。本当に。はい、もう一回言って。バカでしょ。バカだよ。どっか5分ぐらいめっちゃ喋ったんだけど、録画ボタンを押してないっていう。うわ。めっちゃすげえ、めっちゃすげえ、録画ボタン押してないって言い出したからね。バカじゃねえの本当に。そういうこともあるさ。でもこれほら分かりやすい、録画ボタン押したらさ秒数が出るもんね、上に。本当だね。でさっき見たらさ、あれ自分の顔ばっかり見すぎなんだって、うん、俺顔でけーと思ってこの画面ずっと見てたらさ見落としてしまったわ。何がいいの、はい、何食べる、いつものいつものって何。そんな来ないけどね、うん、いつもって言うほど来てないよ、うん、なんか新しいのが出てる、え、なんだ、なんとか田淵、田淵さん、うん、田淵さんがいるね、田淵さんと鳥地さんと、何やべえよ、田淵だって、やべえよ田淵、田淵さんでいいよ俺、え、なんだろう、でも中身がね、中身を見てみないと分かんなくな、うん、でもあの辛そう、辛田淵って書いてない、ああ、ほんとだ、辛田淵だ、下がハミ田淵、あ、どこに、あ、ほんとだ、ハミ田淵、B、うん、B がハミ田淵、はみ出るぐらいあるってことかな、ハミ田淵は、なんかもね、うん、GoPro の Vlog 風な感じを撮りたくて、うん、マックに来てます、そうね、ちょっと撮りたくてじゃないでしょ、食べたくてでしょ、撮りたくて、食べたくてでしょ、撮りたくて。食いしん坊みたいに言うのもやめてもらっていいですか。あ、すごい風だ、雨が降り出しそうだね、うん、お客様大変お待たせいたしました。はい、今お決まりでしたらお伺いいたします。はい。カラタブチセットを一つと、はい。カラタブチ L セットを一つ、はい。三角チョコパイを、はい。三つ、はい。こちら黒と白ご用意しております。あ、白もあるんですか。少々お待ちください。お客様申し訳ございません、はい、白が販売中としておりまして、はい、黒のみとなっております、はい、黒を3つ、はい、はい、以上で、はい、画面の内容にお間違いはないでしょうか、はい、はい、お気をつけてお次の窓口までお進みください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、白もあるかと思ってちょっと期待したんだけど、でも白って増量なだけ、なんか 10% 増量って書いてあったけど、多分中身が違うんだよね、え、多分増えてるだけで増量って書いてあったもん、あ、そうなんだ、で150円だったの、ああ、ああ、で三角チョコパイは130円だったの、うん、その増量分が増えてるだけなのか、うん、中身自体も違うのかな、なんか中身全然違った色が、ああそう、うん、白は白だったよ、へえ、黒は黒、なんで白の方が美味しいのかな、
まあ、売り切れてるとそう思っちゃうよ ね、 そうそうなるね。人間の心理ってね、ないものねだりだよ。人がバーって取っていくとさ、え、いいのかな、いいのかなと思ってさ、そうそうそう、買っちゃうよね。買いません。早い、迅速だ。うん、これいいの。はい、ありがとうございます。よいしょ。このトマトジュースおすすめです。僕が大好きなトマトジュース。やっぱレンズがさ、うん、ちょっとむき出しになってるな、気になるね。うん、気にならない。だってもし前に倒れたら、まず最初に当たるのレンズだもん。うん、あそこは注意しないといけないとこだね。うん、で今回さ、うちの GoPro あのホームページで買ったじゃん、うん、でサブスクも1年間入ったんだけどさ、うん、そのサブスクの中にあの本体 の、 あの交換とかも入ってて、うん、1年間に2回とかさ、うん、全損した場合に、まあ、例えば1万円ぐらいで新品が来るよとかさ、うん、修理がまあ安くなるよとかさ、そういうの含めるとさ、GoPro ユーザーとしてはさ、うん、やっぱ入ってた方がいいよね、うん、サブスク。美味しいね。うん、塩がめっちゃ効いてて美味しいから、うん、まずと上手。たまに効いてない時があるよね。あるね。うん、すっごい薄い。うん、そのなんか出た100点満点。よし、じゃあそれではね、ちょっと緩いけど、うん、水平維持機能のちょっとテストをしようと思います。私は高校見ちゃいけないのさ。何？めっちゃ。ちょっと公園っぽいとこに来たので、ここをね歩きながら撮影しようと思います。まだこっち来んね。普通でいいよ。普通でいいよ。うん。で、今ね。1080p の24コマ、うん、で、うちはまあ 1080p しか使わないから、ちょっともうちょっと離れないと、なんか入ってないんだって。あ、そうだ、顔だけでいいのじゃ。うん、これとね、うん、1080p の24コマでいつも撮ってんだけど、うん、この GoPro に関してももうその設定でいつも撮ります、はい、なので今回はねこの設定でちょっと撮らせていただくんですけど、うん、注目してもらいたい機能は水平維持、うんうん、で、今こんな感じね。で、あの映像出てると思うんだけど、こうカメラをね、こういう風にしても、ほら、めっちゃこうでしょ。うわぁ、横、うん、なんだけど、水平なの。へぇ、だよ、こっちから見ても こっちから見ても水平でしょ、うん、すごいでしょ。すごいね。うん、あとはマイクの性能が良くなったっていうことで、うん、今ね、まあ、あの嫁さんの髪の毛見ても分かる通り風めっちゃ強いんですよ、うん、で風切り音がね、あの一応自動で今設定してるんだけど、うん、それがどの程度働いてくれてるかっていうのもちょっと見ていただきたいところですね、はい、あ、そんだけ離れないと入らない、うん、顔がやっぱね顔の問題だで、こっちじゃ引き返すけで、この水平維持ってさ、うん、まあ、こっち方向はよく検証されてるんだけど、うん、まあ、こんな向けてもまあ水平だよって、うん、こっち方向が意外にないのよね、うん、こうやったままこういう風にやったらどうなるかみたいなさ、うん、で結構まあ普通じゃありえないもん撮影なんだけど、うん、まあ、こんなシチュエーションなかなかないんだけどさこれでどういう風に映ってるか、こういう風にもう結構、うん、雑にさ、こうやってまあなんかしながらこうやってさ、こうやったシチュエーションでさ、だからまあ子供とさ一緒に遊んでる時とか、まあ動きが激しいと思うんだけどさ、アスレチックとかでもこうやったりとかさ、こうやってうー何々ちゃんみたいな、えーみたいなさ、えーってだよね、うん、だよ、うん、だってこれ自撮り棒とかで長くできるからさ、うん、下でさ、ね、こうやっておーいって言ってさ、うん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 、水平維持機能でできたら面白いよ、うん、
いいと思う。上からこうやってもさ、こうやっても全然斜めだし、こういう風にやっても多分水平だから、ちょっと手の離れたとことかさ、こうやっても。この横方向の動きがなかったの。あの YouTube でどんだけ調べても、みんなこうしてくれてるんだけど、わーすげーすげーって思うんだけどさ、こうしてながらのこの横の動き、みたいのがあんまなかった。あ、でもこうして横にこうするとなんかグネグネしてる気がする。あ、そうでもないか。結構ありえない動きだけど、こんなしながら撮影する人いないけど。いないね。肩が凝るわ。どんなシチュエーションだね。あ、違う違う、こう撮影するとあー肩凝ったーってこうやってさ。でもそれでもいいってことでしょ。これでも水平にされてるっていう信じられないカメラだよね。すごいよね。でもね、でちなみにね、あのこのマックスレンズモジュラーを使うと、あの 2.4K、 あ 2.7K だったっけ、 2.7K のサイズまでしか撮影できません。あ、そうなの。で、あの例えば 5K とか 4K で撮影しようと思ったら、あのなんていうのかな、カメラの内側が見えるっていうかさ、なんか蹴られるっていう表現じゃないな、まあ、そこら辺カメラ初心者だからちょっとよくわかんないんだけどさ、あの画角が決まってる、だから水平維持機能以外のその 4K とか 5K とかを求めるんだったら、これはいらない。水平維持機能に特化したようなレンズだね。まあそれさえも注意してやるんだったらもういらないかな、レンズは。うちはだからもうこのカメラをさ、嫁さんが一応使うんだけどさ、ね、どんな感じでもこうラフに撮影しても全然大丈夫だから、こう横を向いてもこうやってもさ、すごいね。ね、なんならさ、だけどカメラ持ったままこうダンスしても全然いいかな。どうなってんのかな、映像で。は？手を上げたりして。こうやって。それ結構恥ずかしいよね。前の。じじいが。ね、結構恥ずかしい。そうか。でもどう映ってたかな。ね、じゃこうも見ないとわかんない。だよね。全然確認できないもん。なんか今みたいのでさ、まあ、こういう風に普通にさ撮影できたらめちゃめちゃすごいよね。まあ、こう走りながらとかさ、あ、走りながらいいかもね。マラソンとか。そう。ああ、いいかもね。走って、はい。はい、はい、はい。あ、これ。え、どういうこと？こうやって。ね、いいんじゃない？いいよ。もう普通に前をこうやってさ。走って。あ、もう来て。もう来て。息が切れる。でもいいかもね、いいと思う。フルマラソンとかさ、そう、こう走りながらさ、撮りたい人とかね、景色をさ撮っていきたい人とかさ、めっちゃいいわ。風切り音がどうかな、ちょっと心配なとこだな。あ、水平以上使わないんだったらこれはレンズ撮っていいわ。全然いい。次は、まあ、うちは 1080p でしか撮らないから、いつも、まあそんなもんかな。これはフランコだから、本当はもうこのレンズも常にもう持ち歩いてて、その付け替えればいいんだよね。ああ、そうだね。綺麗な映像を撮りたいと思ったら、このマックスレンズモジュラーを外して、元々のノーマルレンズをつけて、4K、5K で綺麗な映像を撮って、でアクティブな動きをするとき、走ったりとか自転車に乗せたりとか、バイクに乗せたりとかはマックスレンズモジュラーをつけて撮影する。水平維持を聞かせながらね。よし。あ、でもちょっと待ってよ。まあ、このブランコにじゃ乗せてさ、横の手ぶれっていうよりはちょっと超低空映像みたいのを撮ってみようかな。え、まさかの一緒に乗るパターン。撮影してる様子を撮るんじゃなくて一緒に乗るの。え、謎すぎるんだけど。ね。一緒にブランコ楽しんでどうすんの。ねえ。ねえ。めっちゃ笑ってるやん。本気でしたからね。なんで一緒にブランコ楽しんでんの。
何どうしたらいいの。これでこうでしょ、これも普通じゃん、うん、これを横にする、例えばこうめっちゃ横ね、例えばこう反対にする、ほらこんな感じの映像どう、多分結構かっこいい映像撮れてると思うんだけど、カメラを下向き、こっちからのこう上げるやつからのこう下げるやつどう、わかんないもんね、見てみないと、じゃん、そうそう、こんな感じ、ね、うん、はい、で、さっき一緒にブランコに乗ろうとした人を撮ってみます。乗らなくて大丈夫。大丈夫だけど。大丈夫。一緒に乗る意味がわからない。謎すぎる。冗談よ。冗談。いやいや、めっちゃ赤面してたよ。本当に恥ずかしい時しか赤面してねえじゃん。恥ずかしかったよね、だって。すごいびっくりするわ、マジで。よし。じゃあいいんじゃない、もうそんな感じで。止めていい？行った。うん、でもあと帰ってからでもいいかも。はい、はい、